楽しみにしてるぜ。いやー、フグタくん、今日はワールドボスやっていきたいと思いますということで、いやー、なんで挨拶させろバーガーロ。今回はワールドウォーツーね、私ヒイラギミュウがやっていくんですけど、使う武器は、このサンオブマーズっていう武器かな、サブマシンガンでございます。 MP40 のエピックです。はい、よろしく。いや、勝てねえな、最近ワールドウォーツむずくねえ。マジでむずすぎるから、してあんまりこう突っ込まない、やべ、突っ込まないようにしたいところ。こちらアドバンスドライフルつけてんだぞ、おめえ、なんだこれ。急げ、おめえ下で待ってんのしんどくかこの野郎ね。アドバンスドライフルつけてるつってんだろ、ぶち殺すぞ。いや、こっちから出てくるんじゃないかな。いるからし。いや、やっぱりサブマシンガンはアドバンスドライフルつけると化け上がる。もはやアドバンスドライフルなしでは戦えねえな。お前バカ、奥から撃ってきてじゃねえよ。お前気をつけやがれ、この野郎。どんどんテンション上がってくるな。テンション上がりすぎて空回りしちゃいそうだよ、フグタくん。は？おい、ショットガン奥で待ってんじゃねえよ。バカバカバカ、俺にが出ると思ってんねげ。なめんなよ、ピックをよ、おめえよ。こっちか、ここ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 か。いねえな。どこにいんの？は？あったこいや、が来るてねえで、出てこいや。俺が全部ぶち殺してやるからよ。あ、左怖い、チラッと見て、いない、いやー、なんで左見てっときによ。おめえ、左見てっときによ、出てくんじゃねえよ、びっくりすんだろ、お前。俺がよ、びっくりしよ、心臓止まっちまったらよ、おめえ、責任取れんのかよ、おめえ。心臓止まらないように、気をつけ。だから、角町ピーポー、お前、やめろ、お前。角町とか一番つまんねえだろ、お前。コールオブデューティーを楽しむものはな、角町しちゃいけねえんだよ。はい、後ろ、なんで負けた、今。角町。するもの食うべからずという言葉を教えてやろう。角待ちして大して活躍せず芋ピーポーしてるやつは食事を取ることが許されないということだぞ。後ろ、お前だからさ、角待ちしてんじゃねえよ、気持ち悪いな、ほんと。し角待ちしてるやつ全員でほしい。ああ、えべべべべべは、このまあ今さら MP40 のね使用感みたいなお話をしていこうと思うんですけど、非常に難しい武器だと僕は思います。全てにおいてなんか何かしらに劣ってる。うん、まあ BO3 のね、なんだろう、 BO3 のあの武器なんつったっけ、レーザーバック、そう、それレーザーバックみたいな感じだよね。なんか器用貧乏みたいな、器用貧乏、そう、器用貧乏なんだからな。お前どっから出てきたよ、お前死ぬかよ、お前危ねえだろ、お前、俺死んじゃうとこだったぞ今。グリースガンにも PPSH にも百式にもバッフェにもあのトミーガンにも全てにおいて負けてる。あん、全てにおいて負けてるからこそまあ安定した戦いができる。まあそんな感じの武器じゃないかなと私思っておりますから。して、はい、なんで止まったの。戦場っていうのはな、足を止めたやつから死んでいくんだ、覚えとけ。おめえみたいな、かおめえみたいな角待ちから死んでいくんだよバカって言おうと思ったらね、別のやつ、お前せえ。私これ以上切れないことここに誓います。やっぱり切れてゲームしても何も楽しくはありませんから、して、このように冷静にジェントルメンのプレイを心がけていきたいと。いっぱい出てくんねえ気持ち。お前奥で待ってんのは NG、 アドバンストライフルなめんなお前な。いや絶対この中だよね、味方そっちから言ってくれたけどやられたんだね。なるほど、ここは気をつけていきたいところ。あれどこにいるの、あれいなくね、いた、ラッキー、ケツ取っていくということで、今回は、エピック武器の実況をしながら、まあ時折似てないアナゴさんの声真似をさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。